Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
く読んでずっと正しく優しく扱ってね一点物につき返品交換は受け付けませんご了承ください。急に発言になることがあります。わけを聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は凍りつにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと言っていて。でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。もしも「どうぞよろしくね」「こんな私だ」
君とはいい、そう全てには意味があることを知ったんだ。花咲き散る間に傷